しますか？きよ、はい、アリオイオペペロンチーノ、まあ、クラシックなパスタですね。まあ、日本でだったらペペロンチーノだけで読んだりもするけど、今は結構もうアリオイオペペロンチーノって、そうけど、まあ、イタリア語普通にペペロンチーノ次にはなくてアリオイオイオ、あ、そうか、反対になっちゃう。日本はペペロンチーノって言ってアリオニンニクオリオオリーブオイル、ペペロンチーノ、トガラシ、ね、なるほど、メインの材料、はい、その3つだけね。そう、でも私がその子供の時はその、まあ、もともとナポリタンしかなかったけど、鉄板の上でね、あれとケチャップとケチャップのソースの、はいはい、ね、ナポリタン。でもその後出てきたのがペペロンチーノだったと。でも私が子供の時、子供中学生だ、まあ忘れたけど、食べたペペロンチーノはピーマンとか、あれあれなんかサラミが入ってた。そう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 、サラミ、ね、で唐辛子のちょっと辛い日本の香りで、まあ、まあ、全然違う、ね、全然違うね、コンセプトも全然違うんだけど、その場合は私にはナポリタンの方が美味しいと思う。比べたらね、ナポリタン、まあ、それはそれで、それはそれで美味しかったし、そのナポリタンも懐かしい、懐かしい味、昭和の味。まあ、今日、はい、違うな、はい、そのオリオペペロンチーノ、そうです、はい、そうですね、はい、材料、はい、材料、まあ、パスタ、スパゲッティ、はい、パスタ、普通にスパゲッティね、ショートパスタ使わないアリオリオ、あ、ね、スパゲッティね、はい、うん、と、名前として言いましょう、だから、はい、アリオ、はい、アリオニンニク、ニンニクね、一個一かけら、はい、そう、オリオ、オリーブオイル、はい、いつも通りエクストラバージンの、あ、そうね、大事よ ね、特にこれはね、です、はい、そうね、今回普通に私はまあ何回も言った適当ね、うん、測ってない今日、はい、ちょっとあなたたちために測った、おちょっと、クリュース知りたかった実際に自分、はいはいはい、その75ミリ、あ、75ミリリットル、けどちょっといつも通り私は多め、だからまあちょっと多いね、けど別に2人分でしょ、そう、2人分、2人分75、ね、はい、そうです、と、唐辛子、これ、はい、イタリアの唐辛子、はい、けど別にまあどうでもいいね、唐辛子だからちっちゃい、はい、けど別にそのすごいちっちゃいもんね、こんな感じで、ね、持ってみたいな、全部使ってるね、その、まあいっぱいの、はい、考え方があります、はいはい、その種、うん、取る、何人いる、はい、私はまあ入れる、全部ね、そう、そう、全部入れる、何つ、何個ぐらいこれで、まあ1個、これイタリアので辛いね、日本のだったらどうだろう、日本の鷹の爪でこんなでっかいやつでしょ、まあ、それも1個と思うと、そんな辛くないもんね、日本のやつ、そんな辛くなかったら、だから別に皆さんのお任せるわけ、あ、まあ、そりゃそうだね、美味しいな辛さ、うん、決めて、そうね、唐辛子によっても辛さ違うしね、そうね、うん、まあ、辛いの1個ね、うん、辛いの好きな人いっぱいいるからね、そうです、とパン粉、パン粉、ね、パン粉、これポイントですね、そうですね、はい、と、けどこれはファコルタティブだから別に、はい、入れたい人たち入れてください、はい、入れたくない人たち入れないで、ね、ああ、パン粉は、ね、そのの、パン粉じゃなくて、うん、その、オレガノ、あ、私はオレガノ大好きから、そのだから、だから、はい、入れるけど別にまあ、はい、そのオリガノはどっちでもいい、ね、そう、どっちでもいい、私は、はい、ね、OK、パン粉、はい、から、はい、始まりましょう、はい、フライパン、はい、その何もなし、はい、はい、そうね、火をつけて、はい、と、パン粉、はい、そのまま入れる、はい、あ、全部入れちゃった、そう、全部入れる。あとで、その、まあ、全部でどれぐらいか量入れてないか。油、による、はい、使う。あ、そうか。はい。けど、大体、まあ、1個のスプーン。はい。これ、スプーンは2つ。あとで、パスタの上、はいはいはい、全部使わなくていい。もう、ちょっと置いておく。あ、そうか。とりあえず焼いとくって話ね。ね、はい、そうです。これ、時間が、切りわからないけど、別にその、もちろん黒くならな
cute i vuoi, sono su minitai. Che do ciò da che. Iro ga tsuku made ne. So, ne? Ma in Giappone detta kitsune iro ni naru made ne. Ah, so, kitsune iro, kawaii kono. I kana. Kitsune iro. Chotto machimashou. Chotto machimashou. Hai. Dou desu ka? I kanji? I kanji, so. Mo soro soro, sono chotto molto iro change de sho? E mieru kana to? Hai, chotto kawatta. Chotto sono toasto. Toasto. Hai, so ne, so ne, pan de yaita, pan yaita. Chotto kyo tsuke nai to ikenai? Hai. Perché sono ah, mada, mada, mada. Ah! Osso sugiru. Sono sono shunkan kuroku natteru. Ah, hai, hai, hai. Kyo tsuke te kudasai. Hai, che da bezuni? Kore. Mo, so so, zenbu. きつね色でしょ。そう。でしょ?うん。いい感じ。はい。オッケー。だからこれ。はい。消します。はい。置いておきます。はい。最後の最後。はい。使ってる。はい、オッケー。ああ、はい、入れ物に戻します。入れ物に戻します。はい。はい。戻りましょう。まあ、実際にそのニンニクだけカット。はい。いつも通りこの真ん中のやつ、はい、そのメッシ、そう、もしあったら取りましょう。ニンニクの芽は、ティック取りましょう。これなんかあった？もう一回、はい、ティックと、はい、切って、はい、オリーブオイル、はい、オリーブオイル、ティック、そうね、多めね、はい、あら、アリオ。 はい。これちょっとゆっくり温めましょう。そうですね。だからちゃんと香り、ゆっくり出してます。はい。弱火でゆっくり温めましょう。と唐辛子1個。はい。ティック。私はこれしますね。私辛さ好き。はい。から別に。と。オッケー。 だからこんな感じ。はい。その前も見た、その違うな料理ね。はい、そうね。その小さい泡。はい。出てきます。多分3分ぐらいかけて揚げる感じかな。ニンニクを。ともちろんそのオリーブオイルなんというその何でぶちゃれ燃えなくていい。オリーブオイル。そのめちゃ強いな火があったらオリーブオイルから煙出てます。もう吸ってる。 あ、そっか、そうそうそう、危ない。体に悪い。あ、そうなの？そう。オリーブオイルから煙が出たら体に悪い。うん、し。知らない。オイルブルチャート。よくない。だから別に。まあ、ゆっくり弱火で、ちょっとフライパンも上に上げて話しながら。これはね、本当にね、香りが大事な料理だから。まあ、とりあえずその、もういつも通り、私たちのお湯。はい。3.5リットルに、 40グラムのアラジオ。もう入れました。はい。とパスタ。はい。その2人分な。はい。だいたい260グラム。はい、そうですね。はい、入れて。はい、ここで茹で、ちゃんと沸騰してから、茹で時間を測りますね。ちょっと待ちましょう。これよ。はい。 いい感じですか？し、だいたい終わった。で、その、もう、ニンニクをもうちょっと、なんという、揚げてた感じ。ああ、なるほど。と、匂いも、わかりますね。はい。匂いから。そうね。ニンニクが出てる、香りが出てるね。うん。美味しそう。ほんとね、何にも材料ないけど、どうしようっていう時とか、ニンニクと唐辛子とオリーブオイルあったらね、あとパスタあったらできるもんね。そう。<笑> 野菜とか何もいいな。ほんまに非常食。からこれ、その、まあ、もし日本だったら、はい、その、クラブ。はい。から出てから、皆さん何食べる？まあ、ラーメン。ああ。カレー。遊びに行ってね。<笑>そう。はいはい。ちょっともう、ちょっと何があるわ。イタリア人はまあ、戻って、 からアリオイオイオピペルチーノを作ってる。朝5時から。そう。そうね。と、その普通のその学生、大学生のご飯。そうね。トマトパスタかアリオイオイオ。まあ、安くて美味しい。誰でもできる。ああ、プラスまあ、そうね。
うん、のこもできます、うん、まあそれでも美味しくできるかどうかはちょっと謎じゃない、そうね OK 消します、はい、これ見てもうちょっとそのきつね色も、はい、はい、そのニンニクも、はい、ちょっと、揚げた感じでしょ、はい、そうね、美味しそう、ニンニク食べても美味しそう、はい、パスタ茹で上がりました、はい、でこれをフライパンにね、さっき用意したそうです、アリオーリオペペロンチーノの中に入れます、クイックイック、はい、混ぜて、これこんな感じ、プルクプルクしたら気をつけて、油多いだから絶対汚れてる、あ、服がね、だからまあ、し普通に私も、はい、うん、エプロン、うん、使ってる、だからまあ、はい、絶対使ってくださいね、あ、エプロンね、はい、そう、うん、飛んじゃうね、そうですね、オッケーで、こう混ぜて、ちょっと火でちょっと炒めるね、ちょっと炒める、ちょっとだけ、はい、いつも通り、うん、はい、ね、と、はい、今、もう、はい、さっき言った、あ、欲しくなかったら入れなくてもいい、使わないだけど、私はちょっと好き、はい、だから本当にピンチ1個、ね、はい、ちょっとだけの、ひとつまみのオレガノ、オレガノ、はい、入れて、もう一回混ぜて、いい音してます、お、はい、テイク、うん、シンプルと、はい、消します、はい、消します、はい、消してからパン粉、ああ、消してから入れるんだパン粉は、うん、その本当にまあパルメザンみたい、はい、けどチーズみたい、はい、その意味は、はい、多分三つ矢す説明できる、はい、スプーン1個、スプーン1個見ましょう、はい、これその油、はい、そのオリーブオイル、オリーブオイル吸ってるために、そうそうね、はい、ね、これを吸わして、その口に入るときにパン粉についた味とパスタを楽しめる、じゃなかったら全部下にオイルが残っちゃって味がしないもんね、アリオリオペペロチーノ、ね、味するけどもっと美味しい、もっと香りがを感じれるってことでしょ、そう、その食感も、あ、そうね、面白くなる、あ、そうね、ちょっとクランチクランチね、ちょっとカリカリ、何か何か何かある、うん、口の中、あ、でも本当パン粉入ってるのと入ってないの全く違うと思う、そう、うん、全く違う、全く違う、本当に絶対美味しいというか、もっとやっぱりじゃなかったら、うん、オリーブオイル下に全部溜まっちゃうよ本当にね、できました、はい、できた、完成です、食べましょう、はい、まあ、今は何か思い出した、その、はい、すみませんね、いつも私は後で、はい、あ、思い出すことが多い、名前実際にアリオリオペペロンチーノ皆さんそれ言ってますけど、はい、こんな感じのパスタの名前はパスタアラカルレッティエラ、カルレッティエラの フ, フのパスタ、カロバシャ、はい、カルレッティエラ後ろのやつでしょ、はい、バレッティエラ、はい、カレッティエラ、バシャの運転手、ああ、ね、はい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 、だからカレッティエラのパスタ、なんで知りません、なんでけど別にこれその、バシャバシャシャバシャの運転手のパスタ、はい、どうしてかわからない、多分シンプルだから別にそのいっぱいな材料を、旅しながら腐るからね、これは旅の途中で食べれるから、そう、あんまり何という荷物にならない、その軽くて何もない、どこでも見つける、だから多分理由それけど、まあ、なるほど、けどカレッティエラいただきます、いただきます、いただきます、どうでしょう、うん、美味しいね、うん、今日も美味しい、うん、間違いない、でも私たちはその学生、大学生もないから、はい、学生じゃないからもう、はい、たまに食べる、はい、たまに食べるからもう大好きね、あ、でもやっぱりね、そうシンプルの、でもたまに食べたくなるね、これはね、なんだろう、このニンニクを楽しめるニンニクの香り祭りみたいな感じだから、なんだろう、ニンニク好きにはたまらないよね、でちょっとピリッとするのがまた食欲出るっていうか、そう、うん、まあ、日本人はもうちょっと入れてもいいかもね、唐辛子、それは本当に皆さんの任せる、うん、その私はそこまで、辛い食べ物が、は好きじゃない、はい、だから別にこれちょっとだけピリッとの感じ、うん、ちょうどいい私にね、うん、けどまあ
皆さん、そうね、もちろん、ギーを自分が落ちる、ギーを。ね、好きな人だったら2、3個は入れた方がいいんじゃないかなって感じがする、うんうん、辛すぎる？いやでも日本人好きよね、辛いのね、好きでしょ？のでは皆さん、またまたボナペティートボナペティートチャオまたチャオ